とにかく体が皆さん今細胞が潰れてで潰れる原因としてはえと手,が手が握るうんとにかくめちゃくちゃ握ってで緊張してそれがまた精神的にも心配怖いってつながって余計にまた握っていっちゃってどん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 その細胞が潰れていく形になると。 で細胞つ潰れると何が起こるかっていえば酸欠、まあ、もそうだし血液の流れも悪いリンパの流れも全て悪くなっちゃうんで,でそれを膨らませるのに、まあ、今ねこのパ,パンしてくださいって言ったけどいきなりこの,この今の状態だと重心が入ってないとしたら入ってないとこで開こうとするとまた変な力が入っちゃうんで、えーまあ、やめてくださいじゃなくてその前にやることが。 うち、まあ、でいうとチャクラ両方でいうと膝立ちで一回膨らましてあげる、うん、膨らましてでその後とに、まあまあ、ベッドの方でまあ緊張を抜いていくという形なんですけどまずでも膨らませなきゃ始まんないんで、うん、最初にやっぱり指を今,今の時代は指をやってあげてその指の緊張の行き着く先は脳幹を、ね、こう潰しちゃうという形になってで、えーとまあ、さっきねちょっとちらっと見ましたけどこう目の動きをね利用したあのストレスをねあとトラウマをね抜く。 治療法とかもね、結構あってで指をタッピングしながらあの手を、ね、タッピングしながら目を動かすとかねあるけど、うん、でも手が緊張してたらそれも聞きにくい,聞きにくいし、うんで,、まあ、でこれ目,の目を動かすかってうやうぱり脳幹に効かしてるわけですよ。うん、でそのあの顔を触るっていうのも、ね、その顔面神経三叉神経を触るって形で、えー、と脳幹に刺激を与えてるんだけど その脳幹自体がみんなガチガチにこう潰されちゃってる感じうん、うん、でその大きな原因は、えー、と頭を下げてってあるけどその頭を下げる原因、えー、と食いしばる原因が指にあるとしたら手の指にあるとしたら手の指もやらなきゃいけないしまあ足の指も多少も、ね、今日はあったけどあ,あるけどねあるけどまず指をもう一回ちょっと意識して、ね、やってもらうと面白いことが起きるんじゃないか。